送電灯とは、架空電線路を支えるための高い構造物で、一般的に鋼鉄で作られたトラス構造の塔である。発電した電気を消費者に供給するためには不可欠な施設である。高電圧の交流及び直流システムでも、送電灯は使われており、様々な形状とサイズがある。一般的に高さは15から55メートルで、世界一高いものは、長山市にある。 長市山島送電線の鉄塔が高さ380メートル、軽馬町2700メートルになる塔である。鋼鉄だけでなく、コンクリートや木材など、別の材質が使用されることもある。送電塔には4つの主要な分類として、懸垂鉄塔、引き止め鉄塔、大腸鉄塔、燃火鉄塔がある。これらの基本機能を組み合わせた送電塔もある。送電塔と架空電線路は、 しばしば美観を損なうものとみなされる。視覚効果を減らす方法としては、地下埋設がある。一般に絶縁させるための外紙を複数連ねて、その先端部で電線を支える構造である。送電灯の間隔は、比較的、長いため、電線は、たるんで、曲線状になる。単一回線の参照、電線路参照、交流システムは、 高電圧及び超高電圧の交流電線路で使用される。糖は胴体を三棒に支えるよう設計する必要がある。糖は一般的に鋼鉄のトラスで、絶縁体の外紙はガラス火事規制の円盤、もしくはシリコーンボムかエップドムゴム材料を紐状、または長い棒状に組み合わせた複合絶縁体のいずれかで、その長さは線間電圧及び 環境条件によってまちまちである。一般的に、核打ち線とも呼ばれる1本か2本の設置線は、落雷で生じる雷電流を安全に地面に逃がすため一番上に配置される。高電圧および超高電圧用の塔は、一般に電気回線を2つ以上運ぶように設計されている。いくつかの回線を運ぶために設計された塔を使用して送電ラインを構築する場合、 建設時にすべての回線を実装する必要はない。実際、経済的な理由から、いくつかの電線路は3つの回線用に設計されていても、最初に実装されるのは2つの回線だけである。高電圧回線の一部は、しばしば 110KV 線と同じ塔に設置される。同じ塔に 380KV、220KV、110、 KV 線の回線が並列するのは通例のことである。時々、特に 110KV 回線では、並列回線が電気鉄道用の電力線となっている。HVDC 用の塔。カナダマニトバ州の同市変換所に隣接するネルソン川バイポールの終端近くにある。2005年8月高電圧直流電線路は、1乗、または2乗システムのいずれかである。 二乗システムでは、塔の各側面に一乗の導体を有する導体配置が使用される。一部の方式では、設置線が電極線や第一キロとして使用される。この場合は、塔の電気化学的腐食を防ぐため、塔の上にサージ開きを備えた絶縁体を設置しておく必要がある。一乗第一キロの HVDC 送電については、導体が一乗だけの塔を使うことができる。 しかし多くの場合、塔は後に二乗システムへ変換できるように設計されている。このような場合、機械的な理由によりしばしば塔の両側に導体が実装される。二乗システムが必要になるまで、それは設置線として使用されるか使用中の極と並列でひとまとめにされる。後者の場合、変換所から第一極への線が地下ケーブルとして構築され、 別の正規な架空線もしくは設置導体として使用される。一部の HVDC 方式では電力線を変換所から設置局まで運ぶために電極線等が使用されている。それらは従来子 30KV の電圧線用に使用される構造と似ているが通例だと1乗か2乗だけの導体を支える。単相交流式系引用送電線の位相電示を伴う。 大腸鉄道。ドイツ、バルトロメ近郊炭素交流の電気鉄道用、電力線に使用される塔は、構造的に 110KV の三小線に使用される塔と似ている。交換やコンクリート柱もこれらの電線路のためによく使用される。ただし、鉄道の電流システムは炭素交流であるため、送電線は2本の導体用に設計されている。これらは、 通常一つの水平面に配列され、それによって各回線は腕筋の半分を占める。牽引回線4つでは胴体配列が2段であり、回線6つだと胴体配列は3段である。スウェーデンにある塔。1918年頃周波数と位相数が異なる交流回線もしくは交流回線と直流回線を同じ塔に実装することは可能である。 通常、このような電線路のすべての回線は 50KV 以上の電圧を有する。しかし、低電圧用にも一部この形式の電線路がある。例えば、電気鉄道の電力回線と一般的な三小交流グリッドの両方で使用されている等がある。非常に短い肉管ラインでは直流と交流の電源回線の両方を支える。ボルガ水力発電所の ボルゴグラードトン HVDC 送電の終着点付近にそうした一組の塔がある。他には、ステンクレンの南にある二つの塔で、コンティスカン HVDC 送電の一回線と、ステンカレンホルンバクレン三小交流線の一回線を運んでいる。交流回線と直流電極線を支えている塔は、アドルフ精神インバータ施設とブルックストンの間の電力線区間に存在し、その塔は、 スクエアビューと1 v d c 送電の電極線を運んでいる。コールクリークステーションの変換所にあるクルドック送電の電極線では短い区間で支えとして2本の直流電線路の塔を使っている。シルマー変換局からウィル・ロジャース・ステート・ビーチ近くの太平洋にある設置局までのパシフィック DC インターンの電極線の架空箇所は直流用の塔にも実装されている。 それは、シルマー東返還局からカリフォルニア南部エディソンマリブ変電所まで通っており、そこで架空線区間が終了する。ドイツ、オーストリア、スイスでは、より有効に活用するため一部の送電等が公共の直流グリッド回線と電気鉄道用の電力の両方を運んでいる。鉄塔のデザインを検討する上で、最も考慮しなければならないのは、風荷重であり、 鉄塔の規模が大きくなるにつれて、鉄塔自身が受ける風荷重は大きくなる。ネバダ州にあるガイド、デルタ送電塔送電塔の姿形は国ごとに異なるのが一般的である。その形状は電圧や回線によっても様々である。参照参戦式においては3本を一組として2組の線を同一経路に並行して付設するが、このような形態を2回線と称す。 一回線エボシ型塔は、その安定性から単一回線のための最も一般的なデザインである。頂上部に水平の腕筋がある V 字型の本体で、これが逆三角形を形成している。より大きなエボシ型塔では、通常2本のガードケーブルを使用する。門型塔はアイルランド、スカンジナビア、カナダで広く使用されている。 二本の塔柱が並び立って一本の腕筋で H 字型をなす。110KV までは木製もしばしばあるが、より高電圧の電線路では鉄塔を使用している。より小さな単一回線の塔は片側とまた別側とで二本の小さな腕筋を持っていることもある。二回線水平部一つの塔では各側に三本のケーブルを支える一本の腕筋しかない。それらは時に、 ケーブル保護のための追加の腕金を持っている。サイズが小さいため、それらは空港近辺でよく使用されている。典型的な 110KVT 型等、旧東ドイツより様々な V 名称が掲載された等に取り付けられたワイヤの拡大図ドナウ型等は1927年にドナウ川の隣に建設された電線路からその名がついた。 ドイツやポーランドなど中央ヨーロッパ諸国では、これが最も一般的なデザインである。それらは2本の腕筋を持ち、上部の腕はケーブル1本を支え、下部の腕は各側に2本のケーブルを支える。時に、それらはケーブル保護のための追加の腕筋を持っている。量産刀は最も一般的なデザインで、それらには3つの水平レベルがあり、各。 川で等に非常に近い一本のケーブルを備えている。イギリスでは2番目の水平レベルが他のよりも広いが、アメリカではすべての腕金が同じ幅である。110KV 用のドナウ型等。ドイツ、1930年代に建造を4回線4回線、または6回線のためのクリスマスツリー型等はドイツで一般的であり、3本の腕金を持っている。 それぞれの最も高い腕に1本のケーブル、2番目にはケーブル2本、3番目には各側にケーブル3本を有する。3番目の腕のケーブルは通常、低電圧用の回線を運んでいる。送電灯は自立しており、胴体の荷重や胴体のアンバランスや風及び氷に起因する全方向のすべての力に耐えるようになっている。 そのような塔は大抵ほぼ正方形の基礎が据えられていて地面と4箇所の接触点を有する。半重南塔は仮にアイドウ体がちぎれて構造に不均衡な荷重がかかってしまう場合、隣接する構造体に機械的負荷を伝達するために角打ち線を使用できるよう設計されたものである。このタイプは超高電圧の送電にて有用であり、その場所では アイド体が束ねられている。壊滅的な衝突や嵐でもない限り、それらすべてが一度に壊れることはまず起こらない。ガイドマストは、設置面積が非常に小さく、構造及び胴体からの不安定な引っ張り荷重をピンと張ったガイワイヤーによって支える。ガイドトンは V 字型にすることが可能で、重量とコストの節約になる。送電統として、 最も使用される頻度が多い材質は鉄である。交換古いトラス構造等の横にある交換塔オーストラリア、小川が近郊高倉柱は一般に工場で組み立てられ、その後世紀の場所に据え置かれる。ドイツでは交換塔が主に中電圧専用、さらに高圧送電専用や 110KV までの電圧で運用する2つの電気回線用としても建てられている。 高関東はまた、フランスでは 380KV 電線路、米国では 500KV 電線路でよく使われている。トラス詳細は、トラス構造等を参照トラス構造等は、鋼鉄、またはアルミニウム製部材で作られた骨組みの構造体である。トラス構造等は、あらゆる電圧の電力線で使用され、高圧送電線にとって、最も一般的な形式である。 トラス構造等は一般にア鉛メッキ構でできている。ヘリコプターで構造物を設置する山岳地帯などは軽量化のためアルミニウムが使用される。アルミニウムはまた鋼鉄が腐食してしまう環境でも使用される。アルミ等という素材の追加コストはより低い設置コストによって相殺される。アルミ製トラス構造等のデザインは鋼鉄のものと似ているが、 アルミのより低いアングル率を考慮に入れる必要がある。トラス構造等は通常、その建設予定地にて組み立てられる。これが100メートルに満たない非常に高い塔の造成を可能にする。トラス構造等の組み立てはクレーンを使って行うことが可能である。トラス構造等は一般的にはアングルと称される山形港で作られる。木々製柱と金属製。 クロスバー木材は高圧送電での使用が制限されている素材である。利用可能な木の高さに制限があり、木製等の最大高さは約30メートルまでに限定される。木がトラス構造で使用されることは稀で、代わりに木柱を連続させた H 型構造や K 型構造といった多極構造を建築するのに用いられる。 最大約 30KV までの電圧だけを送電する地域など木材構造では運ぶ電圧も限定的である。カナダやアメリカなどの国々では木製等が最大 345KV の電圧を運ぶ鉄骨構造よりも安価でサージ電圧を絶縁する木材の特性を利用することができる。2012年現在、米国では 木製等の 345KV 線がまだ使用されており、その一部はこの技術でまだ建設されている。木材はまた、高級的な差し替えの送電等を構築している間の仮設構造物に使用することができる。コンクリートドイツにある鉄筋コンクリート柱、ドイツでは通常、コンクリート等は 30KV 未満の電圧で運用する線にのみ使用される。 例外的なケースで公共の送電網や鉄道牽引の現行グリッドと同様 110KV 線にコンクリート塔が使用されていることもある。スイスでは高さ59.5メートルのコンクリート塔が 380KV の核電線路に使用されている。コンクリート柱はカナダとアメリカ合衆国でも使用されている。規制ではないコンクリート製の塔は 高さ60メートル超の建造物にも使用される。ベルリンの西部ロイター発電所付近にある高さ66メートルの送電塔がその一例である。中国では川を渡る電線路のための塔がいくつかコンクリートで建造された。これらの中で最も高い塔は南京市の超高横断電力線のもので高さが257メートルになる。時には 電波送信設備が実装され、アンテナが角地線の上、または下に設置される。通常これらの設備は携帯電話サービスや、電力会社の運営無線用だが、場合によっては指向性ラジオ無線のような他のサービス無線用もある。エルベ横断島1には、ハンブルクの水上航行管理局が保有する、レーダー施設がある。広い谷の横断に際しては、嵐の時に、 胴体ケーブルが衝突して引き起こされる回線衝突を避けるため胴体間で大きく距離を取っておく必要がある。これを実現するため時には各胴体に別々の柱や塔が使用される。開けた海岸線で幅広い川や海峡を横断するには船の航行用に大きな情報空間のゆとりが必要となるため非常に高い塔を建設しなければならない。 そうした塔や横断する胴体には、航空障害塔及び反射鏡を備えておかなければ、ならない。エルベオーダントウ 1&2 は、よく知られている日本の河川横断塔である。後者のエルベオーダン2は、ヨーロッパで最も高い高さ227メートルの、架空専用柱である。スペインでは、カディス湾にある、架空線横断用のカディス鉄塔が着目すべき、建造物である。 主要な横断塔は高さ158メートルで、水雷の骨組み構造の上に1本の腕筋を有する。架空船の長さでは、世界2位が、ノルウェーのソグネフィヨルド横断。世界一長いものがグリーンランドにある、アメレリック警官である。架空船を急峻な深い谷に落とすために、時には傾斜した塔が使用される。米国にある、フーバーダムでは、 コロラド州のブラックキャニオンの崖壁を下るために、そうした塔が使われている。スイスには、垂直に対して、約20度傾いた塔が、ザンクトガレン州のザルバンス近郊にある。傾斜の大きい柱は、スイスの2つの 380KV 塔で使用されており、そのうち1本の頂点部32メートル部分が、垂直に対して18度曲がっている。 発電所の煙突には、たまに外へ向かう送電線の導体を引き止めるためのクロスバーが設置されているものもある。排ガスによる腐食問題が起こりうるため、このような構造はごく稀である。オランダでは2010年から新型の塔が使用される予定である。その塔は、オランダの建築家ズワルズとヤンスマによってミニマリスト構造として設計された。 物理法則を使用した設計は、磁場を低減できるようにしたものである。また、周囲の風景への視覚的な影響も減らしている。ハンガリーのジャーティアン近郊にある M5 高速道路の両側には、ピエロ型をした、送電灯が2つ見られる、頭頂上のシャバリケーブル付近で、巻いておいた光ファイバケーブルの追加設置に取り組む、ケーブル組み立て整備工。点火工ファイバケーブルは、 走行機械によって巻き取られ、走行機械は進むにつれて指示ケーブルの周りでケーブルドラムを回転させる。これは塔から塔へと自走移動し、そこで取り外されて反対側に渡って巻き上げをする。写真だと駆動ユニットは回収済みだがケーブルドラムはまだ到着側にある。着工された新たな塔の脇にある仮設のガイド闘争電灯が建設される前に、 試作型の塔が鉄塔試験場でテストされる。それらを組み立てて建設するには様々な方法がある。典型的な塔の識別タグ、国際民間航空機関は塔及び警官にかけられている動体のための標識に関する勧告を出している。特定の管轄区域ではこれらの勧告は必須事項となる。例えば特定の電線道には間隔を空けて、 架空線注意の標識を配置しておく必要があり、そして警告灯は十分に高さがある灯のすべてに設置しなければならない。これは特に空港付近にある送電灯で当てはまる。しばしば送電灯には電線路名及び灯番号を記した識別タグがある。これが灯を所有する電力会社に障害場所の特定を容易にさせている。放送電波灯や 携帯電話アンテナ等をはじめとする他のトラス構造等と非常に似ている送電等には高電圧の危険性から一般人の立ち入りを禁止する標識がついているしばしばこれは高電圧の警告表示で行われているそれ以外の場合送電場所への侵入地点全体に標識が付けられる一部の国では無法な盗聴行為を防止する目的で地上約三メートルにて 有刺鉄線柵をトラス鉄塔に設置することを求めている。法的要件がない場合であっても、このような障壁は道路やその他の公共アクセスが容易な領域近くの塔でよく見られる。イギリスではそのような塔のすべてに有刺鉄線の柵が取り付けられている。水上設置された山椒交流送電塔、オーストラリアのダーウィン塔の構造は、 電線路の胴体を支える方法によって分類できる。懸垂構造は、懸垂外子を垂直に用いて、胴体を支えるもの。体調構造は、胴体の総合張力に抵抗し、体調外子が水平方向に引っ張られる形で、胴体が構造と接続されるもの。周端構造は、胴体の全重量及びその中の全張力も支えるもので、 これもまた体調外資を用いる。これらに直線鉄塔と角度鉄塔の構造が組み合わさっている。胴体が直線上にある場合は直線鉄塔が使用される。角度鉄塔は胴体が方向転換しなければならないところで使用される。単層や直流回線も塔で運ばれるが、一般的に三小交流回線ごとに三本の胴体が必要とされる。 胴体は一つの平面に配置することができるほか、いくつかの腕筋を使用することにより三つすべての層のインピーダンスの均衡を取るためほぼ対照的な三角パターンに配置することが可能である。複数回線を運ぶ必要があり、電線土用地の幅から複数の塔を使えない場合は、複数の水平レベルの腕筋を使用して、二つまたは三つの回線を同じ塔で運ぶが可能である。 多くの回線は同じ電圧であるが異なる電圧のものも一部にはある。ここでは高さで特筆すべき事項がある各国の総電統をいくつか紹介する。ありがとうございます。